どうもこんにちは、こんばんは、ひなたです。今日はですね、ずっと開けたくって、でもちょっと遊フェスとかそのいろいろ撮影とか、学校の実習とかで忙しくて開けられてなかったんですけども、今日はこちらを開けていきたいと思います。ジルシアートのクリスマスコフレを買いましたので、今日はそれを開けていきたいと思います。ほんとずっと前、1週間ぐらい前からずっとあったんだけど、忙しくてね、開けられてなかったの。クリスマスコフレを買うのは初めてだから、すごいどれ買おうかなって悩んでたんだけど、イプサかコスメデコルテか、あとポール&ジョーか悩んでたんだけど、やっぱ一番可愛いなと思ったのがジルシアートだったんで、私はこれを買いました。まあ自分の早いクリスマスプレゼントとしてプレゼントしていきたいと思います。自分に開きます。すごい可愛いの。はい、こんな感じです。ポーチになってるのかな、ファサファサしてて可愛い感じのやつです。はい、それでは中身開けていきたいと思います。中身的には4つ入ってる感じです。待って、ちゃんとこういう風に一個一個なってるのね。はい、じゃあ開けていきたいと思います。中身は真っピンクのポーチです。すごい可愛いですね。結構量もあるし、ここクッションが入ってるからチークとかファンデーションとかアイシャドウとか割れなそうでいいと思います、このポーチ。じゃあまず何から開けようかな。この大きいな板チョコみたいなやつから開けます。まずこちらかな。ミックスフェイスパウダーです。可愛い、可愛くない？すごい可愛い。開けます。中身もすごい可愛い、こういう感じの色です。崩すのもったいない。うん、なんかすごいキラキラしてる。てかさ、匂いするのね。ローズの香りがする。うん、すごい可愛い。わかりづらい。全然わかんないね。ここ塗ったんだけど、すごいキラキラしてるんだよね。わからないですね。すごいキラキラしてて、めちゃくちゃ可愛い色です。ピンク系だから、柔らかく見せてくれそうだね。ピンク系のやつ持ってなかったんで、すごい可愛いなって思います。パッケージもすごい可愛い。次は、こちらです。パン。シマークチュールアイズの09番です。アイシャドウだね。チップが2個入ってて、ピンク、黒、何色だこれは。わかんない色、白。ちょっと手に塗ってみたいと思います。すごいメラメラメしててめちゃくちゃ可愛いんだけど、塗るとこ間違ったわ。ちょっと塗ってみたんですけど、塗るとこ間違った。見づらい。ここの黒の色がここで、この黒の上がここの色で、ここが白でピンクです。あのね、全体的にすごいラメ感があってね、あのね、ここのね、ピンクがね、すっごいラメラメしててすごい可愛いんですよ。めちゃくちゃ可愛い。アイホール全体に塗ったりとかしたらすごい可愛いなって思います。あれ似てる？アディクションのやつにちょっと似てるかな？アディクションのピンクのやつに、そうだね。アディクションのピンクのやつよりはキラキラしてた。ちょっと U の中ではアディクションの方がすごいキラキラしてるイメージだったけど、ジルスチュアートの方の方がすごいキラキラしてて可愛いです。はい、あと2個だね。あ、さっきのフェイスパウダーのブラシが入ってました。すごい柔らかそう。あ、気持ちいい。あ、気持ちいい。すごい気持ちいい。なんか入ってました。はい。じゃあ次ですね。こちらです。エアリーティントウォーター CC クリームの02番でーす。これ CC クリームだね。こんな感じの色味なんだけど、すごいトロトロしてる。伸ばしてみるとこんな感じです。もうどうだろう？ゆいの肌の色にはちょっと、ちょっと明るいかなって思うけど、他のクリームと合わせて一緒に塗ってみたらいい感じの色になるかなって思います。SPF30 入って PA3+ 入ってて、すごいいいなって思います。満足してます。で、次、最後ですね。はい、これめちゃくちゃ可愛いの。ミックスグロスバームでございます。すごい可愛くない？これさ、なんかキャンディーみたいに何層にも当ててさ、パッケージも可愛いしさ、このさ、ここも可愛いし、もう最高じゃん。塗り口は斜めになってます。今のつけてるリップを取って塗りたいと思います。こんな感じです。ちょっとやっぱグロスバームだから、なんかペトペトしてる感はあるけど、気になるようなザラザラ感もないから、すごくつきやすいですね。色もすごい可愛いし。はい、こんな感じで、今日はジルスチャートのクリスマスコフレを開けてみたんですけども、どれもめちゃくちゃ可愛かったです。でもね、一番すごいお気に入りなのはこのアイシャドウかな。アイシャドウのこのピンクのところがすごい可愛かったです。あと全体的にすごい全部が可愛かったです。でもあんまりこの色は家に合わないかなって思ったけど、すごい全部が可愛かった。え、待って、点上げなんだけど、点上げ、マジ点上げ、すごいテンション上げぽよ。すごい可愛いでした。え、めちゃくちゃ可愛かった。拍手、ジルスチャート拍手。来年もまたどっかのクリスマスコフレを買いたいと思います。どのクリスマスコフレおすすめだよっていうのがあったら、ぜひリクエストとかコメントにお願いします。はい、てな感じで今回は。はい、てな感じで今回はジルスチュアートのクリスマスコフレの開封動画でした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。これ使ったあのメイク動画出そうかなって、多分出せたら出そうかなって思います。それじゃあ。